人通りの稀な海浜などによく検問の足跡があったとの話は昔からよくあったことで、奄美大島物語の検問譚にも未だ生々しい昭和27年8月に有田の栄坂太郎の話として、ものすごい検問の足跡と題する記事があります。それによると、有田の灯台改築の時、コンクリートに使った砂が余ったのを4セブくらいの平地に敷いてきれいにしてあった上に、検問の足跡が大小無数にあったというのです。そこは人里を数キロメートル離れた先の山上であり、めったに人の通らない寂しいところです。その足跡を観察すると、股の距離は1尺2寸くらい、下の浜からやってきてまた浜の方に帰った形跡があったとのこと。足跡の形状が書かれてないのは残念ですが、足跡の形状については様々に言われ、その最もよく言われるのは出七萩ということです。出七とは竹筒という意の方言で、検問の足跡は竹筒を砂に記したような形であるというのです。そしてそのような風に見える足跡は人通りの滅多にない無人の砂浜によくあるのは事実で、私もしばしば見ています。しかし、それを私たちより年上の女たちは検問の足跡であると信じきっているけれども、大方それは何かの足跡の表面の砂が乾いて崩れたもので、生々しいものではないから何の足跡かは疑問の余地があるようです。昭和40年のことですが、私が検問校を南海日日新聞に掲載していた時、なぜ電信電話局の武田さんという方が得体がわからない足跡を撮影したと言って写真を届けてくださったことがあります。専門家でないと断言できないが、写真の足跡は犬でもなく猫でもなくイノシシでもなくクロウニでもないように見えます。しかし、どれにせよ四つ足の獣には違いないでしょう。撮影したところは菩提院の浜の山裾だとのことですが、そこに犬が行くはずはないし、猫はなおさらです。あるいはこれが検問の足跡かもしれません。私は若い同輩がこれが検問の足跡だというものを見たことがあります。それは昭和7年11月のことであります。私といとこの鶴俊光と2人で板付き船に乗って太田院に草刈りに行きました。その当時、太田院には1兆部以上の田があり、ネセブの人が稲を作っていたが、稲を刈った後の田に生え、冬の草が少ない時期に茂る草がこの太田院だけに生えるので、これを風伝草とも大和草とも称しました。専門家でないと断言できないが、2人はこの草を目指してネセブから相当の距離の太田院まで船を漕いでやってきたのです。船を浜の東寄りの端につけて浜に降りました。先に降りた利光が引き返してきて、私の耳に口を寄せ、検問の足跡があると小声でささやくのです。私はそんなのがあるもんかとは思ったが、とにかく彼の示すものを観察してみました。その形状は次の通りでありました。形は正三角形の各頂点の位置に人の指頭台のくぼみがつけてあり、各くぼみの間隔は約5センチメートル、足は2本、一歩の距離は約40センチメートル。場所は潮の引いた後の未だ湿っている砂の浜が平らになっている部分の上方で、潮の引く間際の渚近くを歩いたらしい。浜の東側の山裾から西側の山裾まで連続して潮の引いた後の湿り砂に鮮やかな足跡を記してありました。その時期の潮は夜間に大きく引き、干満の差も大きく、昼間はあまり差がないので、夜間の引き跡の情報には昼間の満潮は達しないのです。それでその足跡はその日の潮の満干の時刻を計算すると、今朝の夜明け前頃に足跡の主は歩いたものに違いない
と利光は言っていました。これと全く同じ形のものは動物足跡図鑑にも見当たらず、私は今でもこれを不思議に思っています。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたならチャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。